が世界を救う絶対いつか出会えるはずなの沈む夕日に寂しく一人拳握りしめる私週休2日しかもフレックス相手はどこにでもいるんだから今夜飲み会期待している友達の友達に夏にはどうしたらいいの一番の悩み性格良ければいいそんなの嘘だと思いませんの人って年齢住所趣味に職業をさりげなくチェックしなくちゃ待っていました合格ライン早くサングラス取ってみせてよ笑顔が素敵真顔も素敵思わず見とれてしまうの幸せになれるものならば友情より愛情帰りは送らせてと早速 OK ちょっと信じられない星占いにそういえば書いて